この動画のあらすじ。お仕事でヘトヘトな毎日にとっておきのご褒美、車中泊で夜を過ごした後、貸切サウナに行ってきました。セルフロウリュもあって大雨だったけど、とっても楽しかったです。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。明日は朝の9時から西伊豆にある貸切サウナに行ってきます。本当は夜勤が終わってすぐに伊豆の方に向かおうと思ったんですが、仮眠をしたら寝過ごしてしまって真っ暗になっていました。今日は伊豆の手前で車中泊をして、明日のサウナに遅れないように過ごしていきます。カーテンを閉めてテーブルを組み立てます。テーブルの足が見つからなくてちょっと焦りました。これでよし。すっかり寝過ごしてしまって食事の準備をろくにできませんでした。今日のお夕飯はこれ、じゃん、アップルパイ。職場にいるアルバイトのおじいちゃんからもらいました。外のレギュレーターストーブを取り出します。見た目がかっこよくて好き。冷蔵庫には家にあった食材を詰め込んできました。ホットミルクを作ります。プロテインシェイカーに牛乳を入れてきました。雨の音とガスの音が心地いいです。牛乳が沸騰してモコモコモコってなる瞬間が好き。こぼれる寸前で火を止めたかった。牛乳が温まった後はこれ、ノンフライヤーでアップルパイを温めます。やったことないけど絶対サクサクで美味しくなると思う。とりあえず180度で5分温めてみます。美味しくできますように。出来上がるまで静かに待ちます。今回は
相棒のだるまさん忘れてきてしまったのでちょっと寂しいです。あっという間に出来上がり。甘くていい香り。適当にやったけどちょうどいい焼き加減になってよかったです。今日のお夕飯はアップルパイと蜂蜜入りのホットミルク。前に修善寺に行った時に買った蜂蜜で、リンゴの花から採蜜した蜂蜜です。絶対アップルパイにぴったり。それではいただきます。雨で冷え切った体が温まる。外はサクサク、中に入っているリンゴのジャムと果肉は温かくなっていてトロトロで美味しかったです。仕事で疲れてろくに準備ができないまま車中泊に来たけど、お家にあるもので楽しくお夕飯をすることができたので良かったです。車の中で食べる菓子パンは一味違う。甘くて美味しい。寝る前に貸し切りサウナの予約を確認したら、9時からだと思っていたら7時半からでした。相変わらずすっとこどっこい。急いで寝て明日に備えます。早く寝る準備をしないと睡眠時間がなくなっちゃう。フューチャーボックスのエアマットに空気を入れます。パジャマにも着替えないでそのまま寝ちゃう。せっかくの西伊豆でのサウナなので明日は晴れてるといいなって思いながら寝ます。おやすみなさい。そして朝、やっぱり雨でした。朝ごはんは食べないで急いでサウナの場所に向かいます。サウナが終わったらがっつり食べる予定です。予定の時間より10分くらい早く到着しました。雨でも海最高。それでは人生初の貸し切りサウナ行ってきます。雨でびしゃびしゃだけど全然気にしない。すっごいおしゃれな雰囲気でワクワクします。
これが風切りサウナ。屋根がついているので雨が降っていても全然問題ない。一人で大はしゃぎしちゃう。休憩できる個室もついていて、とっても豪華です。中にはシャワーやお手洗いがついていました。このサウナは水着で利用するので、お着替えしてきます。セルフロウリュもできて最高。それではちょっと整いに行ってきます。人生初のセルフロウリュ。体の底から汗が出てくる。水風呂はちょっと苦手。でも慣れると最高に気持ちいいからやめられない。デトックスウォーターもついています。サウナの時は特に水分補給をしっかり。今回私はゆっくり休憩しながらサンセットサウナを楽しみました。サウナの予約時間は7時半から9時まででした。もっとずっとここにいたい。ちょっとだけ雨も穏やかになってきた気がします。こういうトンネルを見るとくぐりたくなる。雨だからお水が濁っちゃってるけど、晴れている時はとっても綺麗な海みたいです。しっかり整ってお腹ペコペコなので、朝ごはんの準備をします。海を見ながら食べるご飯は最高。雨でも全然楽しい。朝ごはんはエレクトリックメスティンを使います。電気で動くとっても便利なメスティンです。ソーセージといえばこれ、ゴテアラポー。開け方が分かってなかった。
ーセージのお隣で卵も焼きます。2個焼いちゃう。豪華に目玉焼き。おにぎり。お家で炊いてあったお米を握って持ってきました。中身は入ってない塩むすびです。簡単な朝食だけど、お皿にちゃんと盛り付けるといい感じ。レトルトのお味噌汁も持ってきました。目玉焼きには辛口のほりにしをかける。それではいただきます。一口目はソーセージ。プリプリのパリパリのジューシーでとっても美味しいです。シンプルな塩むすび。サウナで整った体に最高の栄養補給。お味噌汁もとっても美味しい。ごちそうさまでした。気づいたら雨止んでました。海の向こうにちょっとだけ青空が見えます。できたらサウナの時に晴れてもらいたかったなって思っちゃう。本当に雨女なおみつです。食後のお散歩。次は晴れている時にまた来ます。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなって思う方はチャンネル登録やコメントでぜひ感想を聞かせてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おまけ。帰り道完全に晴れました。 GoPro で撮ったので全然見えないんですが、富士山が見えています。ちょっと頭に雪が積もってて可愛い富士山でした。